コイサン諸語はアフリカの言語群。吸着音を共通の特徴として持つ。歴史的にコイとサンの人々によって話されてきた。今日では南西アフリカのカラハリ砂漠とタンザニアの一部地域で話される。特徴は吸着音を音素とすることや、50を超える吸着音と140を超える音素を持つ訓語や膨大な音素の目録を持つ混合を含むことである。 和社の小遺産人種は現世人類最古の系統とされ、吸着音は現世人類最古の言語の特徴を今に伝えるものと考えられている。含まれる五こと群は共通して吸着音を持つことから、かつては小遺産語族と呼ばれていたが、同系統とは証明されていないため、現在では独立した語族とされる。かつてはソマリアイエヌ・バーヘイブでも、 恋参書語が話されていたようである。http ニュース、サイオンスマグ、org、アフリカ、2014、12、ドウィンドリングアフリカントライブメイハブビーン、モーストポップやらスグループプラネット、コンプリートコサンバントゥジーノムズ・フロム・サザン、アフリカ、メイエル、ヒラリー、ドキュメンタリーリーリードロース・ヒューマンズ、ファミリーツリー、 ナショナルジオグラフィック、ボニーサンズイースタン,ンサザンアフリカンコサン、イワルティング・クレイムスオブディスタントリングイスティックリレーションシップス、ルディガー・コップ・バーラグコロン・ハットゲリット・ディモンデイル・ランゲージエコロジーリングイスティック・ダイバーシティ・オンザアフリカン・コンティネートインランゲージリングイスティックス・コンパスにアブドゥー・リヒ、モハメット・ディリー、 カルチャーカストムズ・オブ・ソマリアグリーンウッド・パブリッシング・グループピアニッシモ10から11 ISBN 0313313334 http コロンスラッシュスラッシュ www.google.com スラッシュブックス ID イコール二流九百十八ティンブ 8C2015 年7月閲覧ありがとうございます